高尾8月17日から1937年10月1日は、日本の皇族、国宮朝彦親王の第五王子、伊勢神宮祭主となる。皇族大礼服を着用した、高尾1907年に皇室天板が増歩されようが、親戚皇家氏家族となる道が開けた。従来は、男子皇族の親戚皇家は認められておらず、 男子が耐えぬ限り皇族が増え続けることとなっていた。しかし、皇族が養子を取ることは禁じられていたため、男子のいない三宅は断絶することとなっていた。皇室天罰造法により当時の三宅当主及び後継ぎではない王は、皆一様に親戚降下し家族となり、借位を賜ったが、高尾のみ親戚降下しなかった。これには、 西国宮創設のために温存されたとの説がある。高尾家は京都市上京区の国の宮別邸に住まい、国宮本家からは独立した生活を送り、その子らは東京の学習院ではなく、国子城は京都府立京都第一高等女学校、家校徳飛校は京都府立京都第一中学校とそれぞれ京都市内の学校にて学んだ。 王は1907年に、死者、水瀬忠介の娘静子と、成婚し三男三女を設けるが、第一王女初史上、第二王女後史上、第一王子が美子王はいずれも創生した。前述の通り、高王は三宅を創設していないため、成人した二人の息子はいずれも、親戚降下して、伯爵を除せられている。ありがとうございます。